ゆきです。今日はですね、こちら地獄の担々麺に、ごま龍ですねやってまいりました。リスナーさんのね要望ということで、北極より辛いらしいんで、多分無理なんじゃねえかなと思いますけどね。はい、じゃあ入っていきたいと思います。
Thank you.
地獄の担々麺のごま流。つゆはね、スープは飲めなかったです。辛すぎて死ぬかと思った。一応麺は全部食べましたけど、あの唐辛子、10本ぐらい乗ってたやつ、あれ食べたんですけど、あの唐辛子、なんだあれ、鷹の爪、あれものすごくまずいです。乾燥した唐辛子ね、あれ単品で食っても全然うまくなかったんで、残しました。ちょっとね、いやでも本当に辛かった、死ぬかと思った。中本のあの北極ラーメンよか間違いなく辛いです。中本のあの北極ラーメンの10倍とかはまだ俺頼んだことないんでわかんないんですけど、まあ、とりあえず麺がね、なんか食べてるとジャリジャリすんのよ。ジャリジャリ。なんなのか、ごまなのかなんなのか、わかんないんだけど、唐辛子なのかわかんないんだけど、なんかやけに食感がジャリジャリすんだよね。噛んだ時になんかジャリジャリすんですよ、麺が。なんか単純にあんまり美味しくなかった。うん。ので、ここは俺は個人的に、
あんまりおすすめはしません。うん。あの、中本の北極ラーメンの方がだいぶ美味しいと思う。間違いなく。あの、辛さとかうんぬん関係ない、ないとしてね。うん。なんで、まあ、ということで、ね、リスナーさん、もう二度とこういうね、なんか辛いところ食べてくれとかね、ちょっと、マジで今回は厳しすぎた。ということで、お疲れ様でした。